しがらき高原鉄道株式会社は、滋賀県で、旧国鉄特定地方交通線の鉄道路線である、しがらき線を運営している、鉄道事業者である。しがらき町、水口町や滋賀県などの出資による、第三セクター方式で設立された、第三セクター鉄道事業者の一つである。本社は、滋賀県高架市しがらき町長野192番地、 事故現場跡を通過する K 系、SKR310K、SKR400K、詳しくは、各車両記事を参照のこと。開業時塗装の SKR202 開業時は、白地に陶磁器を焼く炎をイメージした赤と、しがらきの紫で、山筒子の花びらをデザインした塗装だったが、事故ゴミドリ帯に変更された。今はその上に、タヌキのキャラクターと会社のロゴが描かれている。 駅名表も古いものが撤去され、下に緑のラインカラーが入った新しいものに全駅変えられている。ただし、直市駅には旧来の青字白抜きの駅名板が現存している。緑は死柄木線のラインカラーであり、安全のシンボルカラーでもある。JR 片町線と死柄木駅を結ぶ新線を建設し、死柄木高原鉄道死柄木線と 大見鉄道本線を改良した上で、大阪と滋賀県南部を直結する、琵琶湖京阪な線構想があり、関係自治体により、建設規制同盟会が結成されている。しかし、2005年度の同鉄道の経常損益は4028万5千円の損失、2006年度末の債務超過額は13億4552万円となっているほか、2003年度における、 営業係数は約 150%2011 年度で単年度赤字額は約9000万円となっており経営的には極めて厳しい。また、同鉄道の一部に並行する形で新名神高速道路のしがらき IC へのアクセス道路となるしがらき道路の建設も進められており道路事情の改善が進展している。2012年2月6日には 1991年の事故の被害保障に充てるために、滋賀県や甲賀市から借り入れた契約21億円の全額放棄を求める特定調停を、大津地方裁判所に申し立て、事実上の税金投入要請を行うことになった。2013年9月16日、台風18号によって、甲賀市港町の蕎麦川にかかる、蕎麦川橋梁が増水した濁流に飲み込まれ、 橋脚一基が流出した。蕎麦川橋梁以外にも、線路盤の陥没や土砂崩れ等で24箇所において、被害が出ており、台風とこの影響によりしがらき線は直後から全線で運休し、17日からは大工バスによる輸送となった。鉄道施設を維持管理する高賀市によると、被害額は約3億5000万円という。高賀市は、 復旧には多大の費用がかかり、年内の運転再開も困難であるとコメントしており、このため廃線の可能性も視野に入れて検討するとした。その後11月1日、国土交通省は鉄道機動整備法による支援を表明したが、同法適用によっても復旧費の最大75%を占めることになる市の負担については、 国からの補助率の引き上げは困難との考えが示された。12月3日、同法適用に基づく災害復旧事業費補助金制度の適用対象となり、同月25日には中島武氏甲賀市長が遅くとも2014年12月までに運行を再開すると表明した。復旧総事業費は約7億円で、 このうち市の負担額は2000万円に1億円の見込み。2014年8月20日には、甲賀市長が同年11月29日に運行を再開すると発表した。2014年10月16日、線路の付設が予定より約1週間早く終わり、約1年1ヶ月ぶりに全線がつながった。そして同年11月29日に運行を再開した。 ありがとうございます。